皆さん、こんにちは。インストラクターのまきです。今日は、美しい背中を作るバックエクステンションの、エクササイズをしたいと思います。ボールを使ってやってみます。じゃあですね、このボールなんですけど、これ壁じゃないんですが、壁だと思ってください。皆さんのお家の壁。壁に足をつけます。見えますか？足をつけちゃいます。そして、膝を開いて、その間にボールを抱えるようにしましょう。で、乗っちゃいます。そしたら、そのまんま前に行きます。膝を伸ばしながら前に行きますね。で、足と足がぴったりくっついてるとグラグラします。難しいです。少し離しておくと安定しますので、骨盤幅ぐらいにしましょう。そして、上体を持ち上げます。この時腰で反るのではなくて、骨盤でこうボールをよいしょと押しておきます。そして腹圧を、抜かない、おへそと恥骨の間を縮める意識で、お尻もキュッと寄せて上体を起こしておきます。はい、このポジションができたら腕を両手広げる。そして、背中、伸展という動きですね。バックエクステンション、後ろにこう伸びるような感じです。で、下がる。もう一度。吐きながら行きましょう。吐きながら腹圧を高めて上体を起こして、吸いながらダウンします。もう一度、吐いて。吸って、ダウン。もう一度吐きながらアップ。背中の筋肉を使ってお尻も締まってます。あと一回。骨盤でね、マットをぐっと押してます。押した勢いで、力で起き上がってます。はい、OK です。そしたら今度は、前に手を伸ばしてみます。視線は下でいいですので、耳のところぐらいまで両手が上がるようにしましょう。そしてダウン。もう一度。アップ。ダウン。大きく下まで下がると、上に伸び上がる意識がとっても、強く生まれます。床だとあまりこの動きはできないので、ボールを使うと便利です。これも、吐きながら腹圧を高めて、アップ。ダウン。あと2回。ダウン。ラスト。これも同様です。骨盤で、ボールを押してます。はい、OK。そしたら、次です。ここから、もう一度、両手を上げた形にしたら、泳いじゃいましょう。ふう、吐きながら泳ぐ。元の位置に手を戻す。顔もつけてます。左右を同じ、手と同じね、向きを見るようにして、ぐらぐらするのを体幹部で安定させてます。ふう。あと5回。5、4、3、ふう、2、ラスト、1、はい、OK です。ふう、わはい、こんな風にしてバックエクステンションの時も、楽しくボールを使うとトレーニングができます。ぜひこの1回に1台ボールを、用意してみてください。お疲れ様でした。